長崎県五島列島。歴史ある美しい教会が立ち並ぶこの島では、かつては5万人いた島民が今や半数以下に。全校生徒80数名のここ中五島高校では、8割以上の卒業生が進学や就職で島を離れる。ずっとこの、まあ、この島では自分がしたいことっていうのは言ってしまうできないんで、まあ、外に出てとなると、まあ、やっぱ寂しいところはあります。半分なんか楽しみもあるけど不安の方も大きいなっていうのがあるので、なんか寂しさもあるし、いろんな感情があります。私は養護教員になりたいなと思ってて、そのために大学に行こうって決めました。お父さんは私がその一人暮らしじゃないですけど寮生活するのが心配だって言ってます。はい。いや、そう。島を愛しながらも離れなければならない彼ら。嬉しさと寂しさが混ざりながら送り出す人たち。お互いを思いやる気持ちは、きっと離れていてもつながっている。その思いをみんなと届けたい。涙は誘い、今も新しい気持ちやその言葉、重なる地平線の向こうに空と鳴き交わす鳥のよう。気づけばもらったのは数えきれないほど大切なもの。遥か向こうで笑うあなたの顔イメージする。届け届け想い向かってゆく。離れても For you